負けてほしい。仮面ブックメーカー東証決勝。お疲れ様です。3キュービット結構本日は3,835円のプラスでした。はい。2,835円。どっちが正しいんだ？どっちが正しいんだ？ 2,813 円になってるぞ。これどういうことだ？計算。計算。1,140円。足す。1115足す558。はい、こっちが正しいですね。ということはこれが2813ですね。プラスでした。本日はなんと13試合ほど、いよいよ少なくなってきました。試合のある時間に合わせてベッドなので、ジムでバイクでトレーニング最中にベッドでしたということで、ジムしながらベットして稼ぐと。しかも13試合しかない中、13試合の中で勝ってるってね、すごいですね。しかも、このジムしながらベット、もう神の領域ですね。もう神の領域です。素晴らしい。はい。ということで、今年最後の最後まで勝ち続け、これね、企画としては、鷲津さんが1日でもマイナスしたら、接待していただけるという企画なんですよ。これね、企画としては、1日でも負けたら、マイナス出したら、鷲津さんが接待してくれるというね、企画なんですよ。接待。で、1回だけ接待していただきました。1回だけ負けたんで。まあ、それからないですね。それからないですね。で、僕が、ちょ、勝ちすぎじゃないですか、みたいに言ったら、吉田さん負けましょうかみたいな、なんか わざと負ける必要はないですけどみたいなね まあそういううんちゃ裏のやり取りもあったんですけど、まあ負けないですね、マジで。すごいですね。僕は接待を受けたいんですけどね、まあ、負けてほしいですね。はい、負けてほしいと思います。終わりまーす。